はいどうもこんにちは、なのゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は、えっ、ー、と、書いてある通りです。えっ、ー、と、連続してね、えっ、ー、と、整数についての話題を提供していて、大学入試問題について扱ってないのは、ちょっと受験生にとって申し訳ないと思うんですけれども、まあ、でも知っといて損はないかなと思いますんで、えー、まあ、そうですね、定理として覚えておいていただければと思います。はい。 4n+1 の形の素数が無限にあることを示せということが残っていましたね。でこれは、えー、と前回やったその定理を使って証明することができます。まあ他にもねいろんな証明知られているんですけれども、まあ、多分これが一番シンプルだと思いますんで、えー、やっていきたいと思います。はい。えっ、ー、と,、P ですねえー、とこういうような素数が有限項であると仮定します。 有限個であると仮定するということはまあ、最大の素数があるってことですね。ま1番ちっちゃいやつは5から始まりますね。5で4足していくと9。9は素数ではないですね。で、次 4+13 ですね。13。17。それから21は違くて25も違くてえ29、まあ、こんな風になっていきますね。で、えー、っとまあ、最大のものが p としましょうか？ まあこれで有限項であると。と仮定をするということです。でえっ、ー、と手法は全く同じでまあ結局これらの積を作るんですけれどもえっ、ー、と単に積を作ってプラス1を作ったのではダメなんですね。まあ、4n+1 の形を作るんではなくてえっ、ー、とこの定理を使,使いたいので。 え、どうするかというと、え、四かける、まあ、この、えっと、ピーコル一モード四の素数のすべての素数の積を、えー。取ったもの、だから4、四かける、え、五かける十三。かける十七、かける、え、二十九、かける点点点の、お、ピと。最後のピですね。で、二乗プラス一という形を作ります。で、これは、その。 x の二乗足す一っていう形になってますよね。なんでかというと四が二の二乗だからです。だから、えー、実際これ二かける五かける十三かける点点点 p の二乗足す一っていう形になっているので、えっ、ー、と x の二乗足す一の形になっているわけです。いいですか？で n はえっ、ー、と四で割って一余りますよね。n イコ等於一元四ですよね。 で、えー、当然これ p の2乗に1足したもの4倍して1足したものですから p よりも全然大きいわけです。したがって p がその1モード4の最大の素数というふうにしてますよね。これが今一番大きい素数だというふうにしているので、えー、それよりも大きい n は素数であり得なくて、えー、n は合成数になります。 ででも n の合成数合成,合成数っ言ったときに素因数がまあ出てくるわけですけど n の素因数は、えっと、x の2乗プラス1の形になっているということから、えっと、2または 4n+1 の形の素数になっているってことが、まあ、定理から言えるわけですよね。で えと2は入ってないですよねなんでかっていうと4で割って余りが1なのでこれ奇数ですから従、えー、って 4n+1 の形の、えー、素数素因子しか入ってないっていことですつまり n の素因子9を勝手に1つ取った時に、えー、9は、えー、っと1問と4なんですよいいですかでも えと, Q、というののはこの中に入ってるんですよねどっかしらにこう9がいるわけです。だって1元四4のやつを全部集めてきたものがこの集合なのですなわちここの中に入っているってことですねここの中に。ってことは、えー、と N の素因子 Q を取ってるってことは N で割れる9で割れるような、えーとまあ、N の約数を取っている素,素因数を取っているわけですけど。 えっとその9の構成,構成の仕方からここの中に入ってるってことは9は n で割れないってことですよね。あって n は9で割れないってことですよね。だからこれとこれは矛盾するんで結局有限項に反するっていうことになります。これで 4n+1 の形の素数。 素数は無限個ととといいうううことが言えるるふななにわけですね単にその4る素数プラス1っていう形だと証明ができなかったものが2乗を付け加えることによってでしかもこの定理ですねこれを使うことによってその 4n+1 の形の素数しかないっていうことを使ってまあ無常を導くという形ですね。だから 4n+3 の時よりも若干まあ難しいわけです。工夫をしないとまあ証明ができないような形になっています。まあこれでねでも証明ができるわけですよね。はいというわけでえっとこれでまあ 4n+1 の素数も 4n+3 の素数もまあ無限に存在するっていうことが分かりました。まあ、大体同じぐらい存在してるってこともよく分かっているんですね。 えと前にも言いましたけれども両方ともその、えー、と逆数の和がプラス無限大に発散するっていうことも,もうオイラのまあそれからね、えー、ともうどん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 進展はしているんですけれども、えー、と結局一次式のことに関しては一次式の素数に関しては、まあ、ある程度分かっているけれども、えー、二次以上に関しては素因数は分かっているけれども。 p= イコール例えば x+1 の2乗すという、えー、素数の値ですね二次式の素数の値についてはほぼ明らかになっていないと言ってもいいと思いますね、えー。これがこうなるようなその素数 p が無限個あるかどうかっていうことすら分かってないってことです。ですかね。はいというわけで、えー、っとまだね数論は、まあ、難しいことが結構ね初等的であの 誰でもわかるまあ高校生レベルでもわかるような内容でも難問が結構あって、まあ、フェルマーの大定理っていうのもまあその一つだったわけですけれどもね、えー、とむしろこっちの方が難しいかもしれないですね、えー、数論で残っているその未解決問題の中には難問が多くてでかつその内容は優しい結構理解できるというものが少なくありません。まあ えと整数論をね勉強するとこういうところから入っていくものだと思うんですけれども、えーまあ、少しね、えー、楽しんでいただいて是非、えー、この世界に入ってきてもらいたいなというふうに思ってます。はいえー、今日の授業は以上でですお疲れ様でした